メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。まずはライオンズの先発戸亀がメットライフドームのマウンドに上がります。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。初球ボール。打ちました。この先アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている今宮。まずはワンアウトを取っています。マウンド上戸亀、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。これが1球目。最初は変化球できました。ボールになります。変化球タイミング合いません。高め打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。インサイド打ちました。センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。打順は3番柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコース打ちました。いい当たり。これはどうか。ヒットになった。ライオンズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、ライオンズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。切りました。ファウル。抜けていれば先制かというところでした。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので、低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。痛烈、これは三遊間抜ける。レフト前に持っていきました。二塁際どいが、これはセーフだ。これで3連打、ワンアウト満塁です。さあ、そして打席には中村が入っています。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。ここで先制されないようにこの流れをしっかり止めておきたいですね。なるほど、そうですよね。まずはインコース。食い込んでいくいいボールでしたね。はい、詰まらせて打ち取ろうという球ですね。なるほど、そうですか。ファウルです。引っ掛けさせようかというボール。際どい球、わずかに外れています。
大きく枠を外してきます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト、満塁は変わりません。さあそしてバッターボックスにはグラシアルが入ります。さあツーアウトにはなりましたが満塁のピンチは続きます。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。右中間へワンバウンド、ヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ホークス先制しました。2対0になりました。ライオンズなおも三塁一塁のピンチ。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには7番の内川誠一が入っています。まず際どいコースをついてきました。打ちました。打球はセンターへ、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ホークス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0ホークス先制です。赤星さん、序盤の攻撃特に大事な点はどのようなところでしょうか。いかに点を取って先発投手を楽にしてあげられるかが一つのポイントになると思いますね。本当そうですよね。ピッチャーを楽にしてあげられるでしょうか。ホークスマウンドに上がるのは先発の千賀。さあライオンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。秋山が打席に入ります。さあホークスはエースが登板ということになります。さあそのエースをライオンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。高めの変化球から入りました。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。ストライクになります。ワンボールツーストライク。いい当たり、これはどうか。バッターは2番に入っている源田。千賀まずは先頭バッターを打ち取っています。枠いっぱいに決めてきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。外のボールに手を出しました。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうだ。ボールを拾ってアウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。打席には3番バッター森。ツーアウトランナーありません。これが初球、ファウルになります。2球目は何で来るか。低め、これは決まった。ノーボール2ストライクです。
3球目見送っています。ボール。高めのボール打ちました。打球は右中間へ。最後はライトフライ掴んで3アウトです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターボックス松田。ライオンズビハインドで迎える2回です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。なるほど。さあどう来るか。見送っています。ボール。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。高く上がったレフト。ボールはそのままフェンスに直撃。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。高めのボール、センターへ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。まあこれで少し楽にはなりましたよね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあこの場面で打席には1番の福田が入っています。これが2球目。アウトコース、これは見送ってボールです。3球目は何で来るか。インコース高めはストライク。これが4球目。外のボール球に手が出ました。2ストライクと追い込んでいます。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。いや非常にいい組み立てでしたね。まあここで点差を離されることのないようにね、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の今宮が入っています。これは低めストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。インサイド落ちました。ライン際に打球が飛んでいる。これもファウル。低め見ました。ボールです。さあ6球目は何か。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これでマルチヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。柳田が打席に入っています。打ちました。ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。
このピンチ見事三振を奪いました。三振でピンチを切り抜けました。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。2回の裏になります。さあライオンズ、この回は4番から始まります。バッターは中村。ライオンズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたい。高めのボール、フェアかファールか、わずかに左に切れました。ファールボール。低めのボール入りました。ノーボールツーストライク。ボール、さあ4球目は何か。変化球空振り、ワンアウトです。5番バッター小野崎。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、打ちました。ここはフライになっています。ライト掴んでツーアウト。バッターボックス山川、ツーアウトになっています。最初は空振りになりました。さあ2球目は何か。落ちる球を持ってきました。見送っています。このカウントはゾーンを広げて狙っていく感じですね。打ちました。痛烈、これはどうか。ヒットになった。ランナー出ました。西武ライオンズです。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには指名打者の栗山。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、打ちました。これはどうだ。破っていった。ライオンズチャンスになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあライオンズ得点圏にランナーを置いています。早めに点差を縮めていきたい試合展開ですから、ここはきっちり得点につなげたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには木村が入っています。改めてお聞きしますが、バッターの木村、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。外の高め振っていきます。さあ2ストライク、追い込みました。打ち上げた。この打球はフライになっています。掴んで3アウト。反撃は許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。
ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。2回の裏2対0ソフトバンクホークスがリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。ファウルになります。ノーボールワンストライクです。低めはストライクです。インサイド落ちました。センターへ抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス中村、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。これが3球目。高め外れました。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はライトへ。バッターボックスには6番グラシアル、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや痛かったですね。はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。ワンアウトになっています。2球目打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。さあそして打席には内川誠一が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど、そうですよね。ここはできれば三振を打ちました。これはどうだ。トガメ一塁へ送ります。ツーアウトになりました。いい形でアウトが取れましたね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。2対0ソフトバンクホークスがリードしています。3回の裏追いかけるライオンズの攻撃、バッターは9番に入っている金子。ライオンズビハインドで迎える3回の攻撃です。さあ初球は何か。最初は変化球できました。はい、決まります。さあ3球目は何か。高めのボール打ちました。右中間へ打球伸びる。柳田抑えてワンアウト。打順はトップに帰って秋山。先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。前の打席アウトにはなりましたけど当たりは良かった。初球打ちヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。
また初球取った、一塁アウト、ランナー二塁は変わりません。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね、まあでも次のバッターチャンスに低め打った、セカンドが抑えた、一塁アウト、これで3アウト。リプレイでご覧いただきましょう。いや残念でしたね。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。3回終わって2対0、ソフトバンクホークスがリードしています。回は4回の表、ホークスの攻撃、バッターボックスは9番甲斐、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね、ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。ライオンズビハインドで迎える4回です。インサイド、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。レフトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター福田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。戸上、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。福田、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球は何で来るか、まずは見送り。低めで打ち損じを狙いたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。引っ張った、これはサードライナー。バッターボックス柳田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですよね。そうですね。2アウトになっています。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。しっかりと抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ワンバウンドヒットになった、ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあそしてバッターボックスにはデスパイネが入ります。さあピンチは続いています。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。打ち上げました、落ちた、ヒットになる、二塁ランナー三塁を回った、サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン、ホークス追加点を挙げました。4対0、ライオンズこれ以上離されるわけにはいきません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターは5番中村。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。まあ、ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ヒット気味でしたがバッター見送ります。
落ちる球、見逃してストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。平行カウント、変化球ボールになります。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。さあこれで決まるのか。打ちました、取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ホークス2点を追加しています。4対0、ソフトバンクホークスのリード広がっています。赤星さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、まあここからじゃないですかね。とにかくチャンスを作ってまずは得点したいですね。そうですね、エースを打ち崩すことができるんでしょうか。2球目打ちました、ヒットになった。先頭バッター出ました、ライオンズ、ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター外崎、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか、インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。打ちました、取った、二塁は無理、一塁送球、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。さあそして打席には山川が入っています。さあワンアウトになりましたが、追い上げのチャンスを迎えています。まだ中盤ですから、1点ずつでも返していけばまだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。キレがありますよね。はい、変化球が決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。ファウルになります、ツーストライクです。インサイド落ちました、大きな打球になった、これはどうか、真ん中左中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、1点返しました。西武ライオンズ、左中間へのタイムリーヒット、4対1、ライオンズなおもチャンスです。期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。さあそしてバッターボックスには栗山が入ります。さあチャンスが続きます。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですね。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。さあそして打席には木村が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。このストレートは外れています、150キロ。次が3球目、打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。しかしこの回終わって4対1、ライオンズが追い上げています。
小宮山さん、この回はゼロに抑えて打線の援護を待ちたいところですよね。まあ、そうですよね。とにかくしっかりとしたピッチングしないといけないと思いますね。そうですよね。ナイスボール。外のストレート空振り、力のあるボールでした。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか。際どいコース外れました。次が4球目。これは低いところに持ってきました。さあ5球目は何か。アウトロー外れます。フルカウントです。次は自信のあるボールを思い切って投げ込めばいいですね。なるほど、そうですか。打った、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには内川誠一が入ります。さあ追加点は許したくないところ、まあ、こういう場面で失点すると後に送ります。戸亀一塁送球します。アウト、ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁です。初球は何から入ってくるか。ファウルになります。ここは三振が取れれば理想的ですね。打ちました。セカンドの右抜ける、サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対1ライオンズ。もうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックス甲斐、キャッチャー甲斐。初球ボール、打ちました。詰まりながらも右中間へ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順はトップに帰って福田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。高めのボール、レフトへ打球伸びる。ここはフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ホークス1点を追加しています。5対1、ソフトバンクホークスのリード広がっています。回の裏、追いかけるライオンズの攻撃。バッターは9番金子。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね、バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ライオンズビハインドで迎える5回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね、まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。これが3球目、打ちました、流しました。弾き返した打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター秋山。前の打席はカットボールをうまく打たれましたから、今度はその使い方は要注意ですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ファウルになります。落ちるボールはこれは外れています。さあ3球目は何か。打ちました、
あっと強い当たり取れない。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターは2番源田。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目、2球目打ちました。ヒットになった。源田ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターは3番森。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあライオンズ、その得点差を詰めていこうかというところ。打ちました。福田一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。これは進塁打になりました。ランナー進みましたから、とりあえず最低限の仕事はしましたよね。まあこの場面痛烈、これはショートライナー。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。5回終わって5対1、ソフトバンクホークスがリードしています。ここまでのハイライトです。まずは初回、先制のピンチ、6番バッターグラシアル、ランナー2人を返すタイムリー。ライオンズ先手を取られます。2回の裏チャンスの場面、しかしここは内野フライに打ち取られます。詰め寄ることができません。3回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかしここは内野ゴロ、点差を縮めることができません。回は4回に入ります。ツーアウト二塁三塁でバッターは指名打者デスパイネ、右中間へのタイムリーヒット、ライオンズ2点を追加されます。しかしライオンズすぐさま反撃、得点圏にランナーを置いて6番山川、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ライオンズ1点を返します。このチャンスの場面、しかし内野ゴロに打ち取られます。詰め寄ることができません。5回、ワンアウト三塁の場面、8番バッター松田、右中間へのタイムリーヒット、ライオンズ1点を追加されます。裏の攻撃、ランナー二塁三塁のチャンス、しかし凡退、点差を縮めることができません。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。際どいコースに送ってストライク。ボールになります。引っ張った打球はレフトへ、レフトが取りました。ワンアウトです。打順は3番柳田。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました、中村。ツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。空振り、
ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。はい、外れてボール。わずかに入りません。中への変化球外れました。この打球はファールグラウンドへ。わずかに右に切りました。ファールボール。フォアボールのランナーを出しました。ツーアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。初球ボール。次が3球目、インコースに持っていきました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。ピッチャー取った。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。5対1、ソフトバンクホークスがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、追いかけるライオンズの攻撃。打順は5番、小野崎。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ライオンズビハインドで迎える6回の攻撃です。ボールになります。インコース決めてきた。ワンボールツーストライク。ライト方向を流しました。ライトの前に落ちました。外崎ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。6番バッター山川、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ヒットで初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。打ちました。痛烈。これはショートライナー。さあ、そして打席には木村が入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。低め決まってストライク。すぐに追い込みました。牽制、二塁セーフ。三球目打ちました。ヒットになった。ホームに送球、木村。これが自身本日の初ヒットになります。ワンアウト満塁です。
いいコースですが外れています。低めの変化球うまくかわされました。3球目は何で来るか。これはピッチャー助かりましたね。ワンボールツーストライクです。ボールになります。外れてボールです。3ボール2ストライク。うちのボール打った。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ライオンズ1点返しました。5対2になりました。なおも満塁のチャンス。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面で1本出るとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。打順はトップに帰って秋山。ライオンズこの回1点を返しています。さあ3点を追いかけ、なおも点差を縮めていこうかというところ。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどんいってほしいですね。はい、さあここも続くことができるでしょうか。大きいのを狙うにはもってこいのボールでしたけどね。そうですね。際どかったですよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。152キロ。このカウントは甘い球以外も抜けていった。一気にセンターへ。セカンドランナーサードがパスを蹴った。ボールは中継。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ライオンズ2点返しました。5対4。なおも三塁二塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングましたね。これで1点差に縮まりました。続けていきたいですね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待がかかる源田がバッターボックスです。ジャストミート取ってアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。つなげたい場面でしたからね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる森が打席に入っています。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。抜けていった。逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰っていきました。セカンドランナーも今ホームイン。ライオンズ逆転しました。6対5になりました。1点ビハインドから一気に逆転。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。逆転に成功しています。いやー、本当にチャンスに強いバッターですよね。リードを許していましたが、この試合中盤立場が入れ替わりました。バッターボックスは4番中村。ライオンズこの回逆転成功。攻撃は続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあよく打ってくれましたよね。いいムードになってきたんじゃないですかね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。ボールになります。
このボールには手が出ません。ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。よく見ましたね。打ちました。これはどう？センターに抜ける。これでマルチヒット。ツーアウト二塁一塁。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあライオンズ追加点のチャンスを迎えています。ひっくり返して勢いも出てると思いますんで、ここは得点しておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには外崎が入っています。これは手が出ないか。ストライクを取ります。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。しっかり捉えた。抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。バックホームする。センター前ヒット。これでマルチヒット。ここはうまく打ち返していきました。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。バッターボックスは6番山川。ライオンズこの回5点を入れています。さあ逆転に成功し、なおもリードを広げるチャンスです。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。いいストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。ストライクを先行させていきます。追い込みました。左に切れてファウル。甘い球だったんですけどね。インサイド打った。ショート正面掴んだ。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点でリードしました。6回終了6対5。ライオンズが追い上げ逆転しました。小宮山さん、ここから終盤です。両チームのピッチャー陣には踏ん張ってもらいたいところですよね。まあそうですね、しのぎ合いになりますので、とにかく無駄な失点をしないようにということですよね。本当にそうです。インコース詰まりました。森抑えてワンアウト。バッターボックス内川誠一。まずはワンアウトを取っています。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。小宮山さん、どうでしょうかね。まあそろそろ疲れも出てくる頃でしょうね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。アウトコースへ決めました。インコースを落としました。引っ張った。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでツーアウト。こちらが先ほどの配球になります。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
見送っています。ボール。改めてお聞きします、バッターの松田、どういうバッターなんでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。ああそうですか。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対5、ライオンズが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ライオンズの攻撃に入る。7回の裏、ライオンズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。高橋がマウンドに上がります。赤星さん、チームとしては7回まででエースを攻略できたということは大きいんじゃないですか。いやもちろんそうですね。まあ各バッターも自信が持てますし、いいイメージで次に臨めますからね。そうですよね。さああとは白星を待つのみという状態です。高めちょっと外れたか。バッターよく見ました。4球目は何で来るか。打ちました、ピッチャーゴロです。ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番木村。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。ワンアウトランナーありません。このゲームはスタメン全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、打線は絶好調ですね。そうですね。まあこうなってくるとチーム全体がイケイケになってきますからね。はい、さあ勢いに乗っていきたいところ。打ちました、これはどうか、破りました、センター前、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今のバッティングご覧いただきましょう。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に置いています。バッターボックスには金子。ここはバントさせてもいいですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。アウトコース決まってストライク、ノーボールツーストライク。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。ライオンズとしては何としても点を取りたい場面です。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー二塁三塁としています。そうですね、いい形に持っていきましたね。打順は1番に帰ります。バッター秋山、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあライオンズ、その点差を広げていこうかというところです。インコース決まった、低めのボール、ここはあっという間に追い込んでいます。が3球目、外、これは際どいが外れている。
球打った、サード正面抑えた、一塁アウト、ランナーは変わらず三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには源田が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところですよね。なるほど、そうですね。高め際どいところ見送りましたがストライクです。すぐに追い込みました。さあ外してくるのか、空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻めきれませんでした。ランナー出ましたがライオンズ得点はありませんでした。7回終わって6対5、1点リードはライオンズです。これから8回ホークスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。ヒースがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。打席には9番バッター甲斐、今日はまだ当たりがありません。ライオンズ1点リードで迎える8回です。2球目は何で来るか、高めに持ってきました。149キロ、引っ張った、取った、一塁へ、アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーいかがですか。いや今の難しかったと思うんですけど、素晴らしいプレーでしたね。打順はトップに帰って福田、今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナーなし、アウトコースボール、ファウルになります。ボールになります。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあそして打席には今宮が入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ一打同点という場面です。まあここは重要な局面ですからね、キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど、そうですよね。ここは見ます。抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ホームに送球する、ライト前ヒット、これで3安打猛打賞、これでランナーは3塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。さあここでホークスダイソーを送ります。ファーストランナーは周東、長打でランナーが帰れば逆転です。さあそしてバッターボックスには柳田が入ります。嫌なところで回ってきましたね。さあなお走ってきた、セーフ、盗塁成功、バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。
できれば三振を取りたいですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト、ランナー三塁二塁は変わりません。まずは新ナイスボール、はい、低めにストレートが決まっています。ここはバッター球種を絞って甘いボールを左中間へ持っていった。これは面白い当たりになった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ホークス逆転、7対6、ライオンズさらにピンチが続きます。警戒はしていた相手なんですが、この場面で逆転打を浴びてしまいました。この展開は厳しいですよね。すでに試合は終盤戦、ここでひっくり返されました。ライオンズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の平。さあここでホークス代走を送ります。牧原がセカンドランナーに入ります。さあそして打席には中村が入っています。さあなおもピンチの場面。さあまず1球目、手元で変化したでしょうか。まずは空振りを取ります。これが2球目、内角を意識させます。これで追い込みましたけど、いいボールでしたね。はい、ストレートが決まっています。さあ3球目は何か、外の低め見極めます。155キロ。低めは外れました。次が5球目、空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。しかしこの回ホークス貴重な得点でリードしました。7対6、ホークスが逆転しています。8回の裏、ライオンズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。背番号20、甲斐野がマウンド上に上がっています。森がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で一時逆転となるタイムリーを放っています。ライオンズ1点ビハインド。初球ヒー、弾き返した打球は右中間へ、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには4番中村。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました。シュート、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスには5番小野崎。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ2球目は何か、低いところへ決めてきました。151キロ。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。甲斐野が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいライオンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって7対6、1点リードはホークスです。小宮山さん、流れを引き込みたい場面だと思うんですが、どういったピッチングをすれば流れが引き込めますかね。いや、これはね、もう本当にバッターにバッティングをさせないような、
そんなピッチングをしてもらいたいですね。そんな確かに気迫のこもったピッチング期待かかりますね。インサイド落ちました。これはどうだ、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の長谷川。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね、ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ボール、はい、アウトコース変化球が決まってストライク。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。インコース詰まりました、掴んでツーアウトです。8番バッター松田、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、ツーアウトになっています。変化球タイミング合いません、あっという間に2ストライクです。次が3球目、3球目外れました。三振を取りました。スリーアウトチェンジ。この回ホークス三者凡退です。7対6、ホークスが1点をリードしています。最終回ライオンズの攻撃、そしてホークスがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあこのピッチャーを打ち崩せるか。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。打った、レフトに強い打球、スタンドには届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。いや本当にうまく反応しましたよね。さあここでライオンズダイソーを送ります。セカンドランナーは熊代、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあそしてバッターボックスには栗山が入ります。ここで勝負強いバッターに回ってきましたね。さあ同点のチャンスです。もう後がありませんから、何が何でも追いつかないといけませんね。なるほど、そうですよね。これもアウトコース、ボールになります。キレがありますよね。アウトコース際どいところ、変化球が決まっています。低め打った、ショートが抑えた、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。つなげたかったですね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の木村が入っています。変化球がいいコースに決まります。3安打猛打賞、これでサードまでランナーが進みました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。
ここは得点が欲しいですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には9番の金子が入っています。ふわふわっと上がった、掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には秋山が入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。もう後がありませんから、何が何でも追いつかないといけませんね。なるほど、そうですね。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。外の球打った、高いバウンド、一塁アウト、これで3アウト、試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、打線は頑張ったかと思うんですが、いかがでしょう。まあそうですね、相手エースに関しては見事に崩せたんですけど、これが白星につながらなかったのは残念ですよね。そうですね、打ったんですけれども残念ながら勝つことはできませんでした。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。